どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、というわけで今回ですね、東京都浜松町にあります韓国料理屋ハンテジア浜松商店さんに来ております。韓国料理が楽しめるところで今回やっていくんですけども、なんとこちらですね、先日有吉ゼミでですね、激辛メニューが紹介されたということで話題沸騰中のお店でございます。そちらのメニューがですね、自国の閻魔冷麺と言われまして、制限時間内に食べ終えるとマカロンをねプレゼント、されるというねチャレンジメニューでございます。今日もね、なんとかチャレンジ成功を目指して頑張っていきたいかなと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。東京浜松町にある韓国料理屋ハンテジア浜松商店。屋台文化が根付く韓国では、夜になるとポチャと言われる屋台が姿を現し、たくさんの人でにぎわいます。ハンテジアは本場屋台の雰囲気をそのまま味わうことができるお店だ。今回はテレビ番組有吉ゼミの激辛コーナーで紹介された激辛メニューに挑戦していく。自国の閻魔冷麺のスープ、麺、氷、タコには過去にギネスに登録された唐辛子キャロライナリーパーやカプサイシンエキスなど超激辛香辛料が投入されております。さあ、お手並み拝見。これいろいろね、なんか氷もめっちゃ辛いらしくて、あと麺にもいろいろカプサイシンとか、スープに関してはキャロライナリーパーとかね、とんでもね唐辛子が大量に入っているということでね、超激辛、まさにチャレンジメニューにふさわしいメニューかなと思います。じゃあね、一応ねこれ聞いたところによると、あのお店では制限時間は別になしで、完食すればこのマカロン手に入れられるということなんですけれども、いただきます。さあ、自国の閻魔冷麺、お手並み拝見ですよということでいきましょう。ああ、強烈だ。ちょっと一口スープ飲んだだけで、あのこの破壊力抜群ですね。あ、ちょっと麺だから思わずフーフーしましたけど、これ熱くありませんからね、冷えてます。いただきます。タココリコリ、これ山椒も入ってるからね、しびれくるね。不思議だね、冷たいもん食ってんのに体が熱くなってくる、汗が出てくる。熱々のラーメンと違って冷たいんで、その辺に比べるとちょっと食べやすいかもしれないですけど、辛い辛いとこれ、
食べてるみたいな、これ。残るとこシュープの実、氷も人参みたいなのこれね、すごい。これが唐辛子で作ったこういうとんでもねえもの作ってくれたな、これね。ごちそうさまでした。辛記録は14分19秒ということで、なんとか無事完食できてよかったです。氷も辛いし、スープも辛いし、麺も辛いと、山椒も入ってしびれるということでね、いやー辛かった。まあ冷麺ならね、これからの季節ぴったりのメニューかなと思うんで、ぜひぜひ皆さん挑戦してください。本日のね、辛さレベルを発表していきましょう。韓国料理ハンテジヤ浜松商店さんの自国の閻魔冷麺、辛さレベルジャラララジャン、辛さレベル8です。8になります。はい、文句なし。まあ先ほども飲みましたけど、これがね、熱々だったら辛さレベル9ぐらいの破壊力を持ちます。今回ね、ちょっと冷麺で冷たかったので非常に食べやすくて、普通に美味しいですね。タコの食感も味わえて非常に美味しかったのかなと思います。口痛いけどね、めちゃくちゃ痛いというわけで、今回もやっていきましょうかね。お便りコーナーということでね、ちょっとよくわからないコメントが来てるんで、読んでいきたいかなと思います。まずは1通目、川野正幸さん。それほど辛くもないのに、とんでもなく辛そうに食べるのはペナルティーエリアでダイブする気分なのかな。おい、営業妨害だよこれ、おかしいだろ。ふざけんな、辛いふりしてないがリアルだから。2通目、ペンネーム幼いレオさん。プレデター VS ジョニーが見たい。どんな戦いだ。はい、ちょっと取り忘れてたんで、この韓国マカロン、成功報酬の韓国マカロンを食べて終わりにしたいと思います。うまそう、これでお口癒します。激辛の後のね、
スイーツってマジで格別な味するんだよな。